ファン必見、羽生結弦選手の美肌細身小顔に衝撃。羽生結弦選手スケート教室に潜入。あの日から2週間以上が経過し、日常に戻る中で、スケート教室での体験がどんどん現実から遠のいていくような気がします。まるで夢だったのではないかとさえ思えてくるほどです。しかし、どこも未来フィールドの動画レポートが公開されたことで、あの瞬間が夢ではなく、 実際に起きたことだと再確認することができ、感謝の気持ちでいっぱいです。この出来事を振り返ることができるなんて、本当にありがたいです。こうした動画があるおかげで、夢ではなかったと実感できるのは、ファンにとってとても大切なことです。需要があるかは分かりませんが、羽生結弦選手を心から応援しているファンとして、スケート教室での出来事を私なりの視点からレポートしてみます。 完全にファン目線でのレポートですので、あらかじめご了承ください。羽生結弦選手のファンである私ですが、これまで彼のショーやイベントに参加する機会は限られていました。もろもろの事情から、実際に行けたショーは FAOI が数回のみで、試合は一度も当選したことがなく、コンティニューやプロローグ、ギフトや RE アンダーラインプレイなどの公演も全て自宅で見るしかありませんでした。憧れの存在でありながら、 現地で彼の演技を目の当たりにする機会はなかなか訪れませんでした。写真集もすべてを揃えているわけではなく、羽生選手の最新の活動を追いかけるファンとしては、少し距離を感じていた部分もあります。そんな私にとって、今回のスケート教室はまさに奇跡のような出来事でした。その体験を共有させていただきます。実は今回、出発する前に親しい羽生友から頼まれていたことがありました。 それは、羽生選手の美肌やウエストの細さ、そして彼の顔が実際にどれほど小さいのかを確認してほしいということでした。正直、そんなこと確認できるのだろうかと半信半疑でしたが、興奮していた私は軽く冗談めいた返事をしていました。そんなに近づけるのか。もし話が出そうになったら、どうしよう、と心の中で思いつつ、当日を迎えました。いざバスに揺られて会場に到着すると、 心臓がドキドキし始めました。この建物の中に羽生選手がいるのかと思うと、緊張感が一気に高まります。会場内の控え室に案内され、子どもたちはスケートの準備を始めました。一方、私はただただ緊張と興奮で心が落ち着かず、何も手につかない状態でした。リンクに移動する際、3階の踊り場に、出演者控え室と書かれた張り紙を見つけた時には、 さらにに緊張がピークに達しましまた羽生選手がこの上にいるという実感が一気に湧き上がってきました。ついにスケート教室が始まりました。保護者はリンクの外側から見学するように指示され、私はアクリル板がない場所に移動しました。周りの保護者たちと少し会話を交わしながらも、心の中では羽生選手の登場を待ちわびていました。子どもたちは壁につかまりながら滑りの練習をしている中、 遠くに黒い練習着を着た細い人物が見えました。それが羽生選手だと気づいた瞬間、心の中で、本物だと叫んでいました。羽生選手がエッジカバーを外し、リンクにすっと降り立った瞬間、保護者たちの間にざわめきが広がりました。その姿を目の当たりにして感じたのは、とにかく彼の細さと美しさでした。遠くで見るよりも、実際に目の前にいるとその繊細さが際立ち、 言葉をを失うほどの感動を覚えました彼の一挙手一投足に目を奪われ、息子の様子を見る余裕もなくなってしまうほど、羽生選手の存在感は圧倒的でした。彼は子供たち一人一人に注意を払い、優しく接してくれていました。その姿を見て、彼がどれほど子供たちを大切に思っているのかが伝わってきました。教室が進む中で、羽生選手が私の立っている場所の近くに寄ってきたとき、 心の中で、本当にこっちに来るのと驚きました。彼がさらに近づいてくると、もう心臓がバクバクと音を立てて鼓動を打ち、目の前の現実が信じられないような感覚に包まれました。1メートルもない距離で、彼と私を隔てるのはリンクの壁だけ。その瞬間、肌の確認を頼まれていたことを思い出し、凝視してみると、確かに毛穴レスの美肌でした。彼の横顔はつるんとしていて、 まさにパーフェクトな美しさでした。ほんの数秒の出来事でしたが、その瞬間が永遠のように感じられました。私にとっては夢のような時間であり、誕生日にこんな素晴らしいプレゼントをもらった気分です。この出来事を一生忘れることはありません。羽生選手の優しさと存在感に触れたこの瞬間は、私の中で永遠に刻まれることとなりました。その後もスケート教室は続きましたが、 私の中では、羽生選手との至近距離でのあの数秒間がずっと頭の中を支配していました。教室自体も、羽生選手が子どもたちに対していかに親身で、愛情深く指導しているかが伝わるものでした。彼は一人一人の子どもの動きをしっかりと見て、適切なアドバイスを送り、笑顔で応援していました。彼の笑顔を見るたびに、その優しさに触れ、心が温かくなるのを感じました。 私の息子も羽生選手の指導を受けながら一生懸命滑っていました。転んだときも羽生選手がすぐに声をかけてくれて、その優しさに救われたようです。子どもたちが羽生選手の周りに集まり、一生懸命彼の言葉に耳を傾けている姿を見ていると、このスケート教室がただのイベントではなく、子どもたちにとってもかけがえのない経験となっていることが分かりました。羽生選手とと触れ合うことで 子供たたのの中に何かかが変わったのではないかと感じました一方で、私自身もその場にいることで、これまで感じていた羽生選手への憧れがさらに深まったように思います。彼は単なるアスリートではなく、スケートを通じて多くの人々に影響を与える存在であることを再認識しました。その華やかな演技や結果だけでなく、人としての温かさや親しみやすさ。 そして真摯な姿勢が彼の魅力の一部であることを改めて実感しました。スケート教室が終わる頃、保護者たちの間には少し名残やしい雰囲気が漂っていました。子どもたちは一生懸命滑り、羽生選手との触れ合いを楽しんでいた様子でしたがあっという間に時間が過ぎ去り、現実に戻らなければならないという感覚がありました。それでも、この経験は一生の思い出となるでしょう。 羽生選手が子供たちに与えた影響は計り知れず、スケートを続けたいと思った子供たちが少なくないはずです。私自身も、この日が特別な一日となりました。羽生選手に出会えたこと、その存在を間近で感じることができたことは、私の中で一つの転機となったように思います。彼のスケートに対する情熱や、ファンに対する感謝の気持ち、そして何よりも子供たちに対して向けられた愛情を目の当たりにして、 私もまた彼を応援し続けたいという思いが強くなりました。スケート教室が終わり、私たちは帰途に着きましたが、心の中では羽生選手との時間が何度もよみがえりました。現実に戻りつつある中で、その瞬間がいかに特別で貴重なものであったかをかみしめました。彼に出会えたことは、私にとって何よりも大きな出来事でしたし、ファンとしての私の人生においても忘れられない一日となりました。今後も 羽生選手の活動を追いかけ続け続ることでしょう彼のスケートを見るたびに、この日のことを思い出し、その感動がさらに深まるのではないかと思います。彼がどれだけの努力を積み重ね、どれほどの覚悟でスケートと向き合っているのかを、少しでも理解できたような気がします。そして、彼がファンを大切にし、どんな小さな出来事でも心から感謝している姿勢に触れ、 私もまたその感謝の気持ちを胸に彼を応援し続けることができると確信しています。この日が私にとって、そして息子にとっても特別な思い出となったことを忘れません。何度も夢の中でその瞬間が蘇り、羽生選手の存在を感じ続けています。彼のような存在がいるからこそ、私たちはこれからもスケートを通じて夢を追いかけることができるのです。